心臓に持病があった息子が急に行ってしまった。まだ小さな子供と奥さんを残して。運び込まれた病院のベッドの上で息子は穏やかで涼しげな表情で目を閉じている。あまりのショックからか奥さんは息子の横で涙一つ見せずにただ立っている。こんな時になんだが、葬儀の話をしようか。夫が申し訳なさそうに嫁に伝えると、とんでもない答えが返ってきた。あさって15年ぶりの同窓会があるので、同窓会を優先します。え？そう言って病室を出て行った彼女は本当に葬儀に来なかった。どういうつもりなんだ、私たちの大事な大事な一人息子をこんな存在に扱うなんて。息子はこんな非情な人のために一生懸命働いて尽くしてきたのかと思うと、やるせない気持ちになった。最後まで家族のことを大事に思っていた息子が不憫でならなかった。私の名前は中西茜。体無理しちゃダメよ。母さん心配しすぎだって。最近調子がいいし、自分の体のことは自分が一番わかってるから大丈夫だよ。隣県の大手企業に就職し、一人暮らしを始めた息子のサトシが、久しぶりに実家に顔を出してくれた。母さん、いつもお前のことを心配しているんだよ。毎日じゃなくていいから連絡してやってくれ。わかった。だから心配しないで。夫のケイスケとの間に生まれた私たちのたった一人の子供、サトシ。今でこそ立派に働いて一人で暮らしているが、彼は先天性の心疾患を患っており、食事や運動制限があることから、他の子よりも我慢を強いる生活を余儀なくされて育った。体育はいつも見学だったし、遠足も運動量が多い場合は不参加。運動会でみんなが走る姿を寂しそうに見つめるサトシの瞳は今でも忘れられない。でも彼は私たちに決して文句を言わなかった。世界には貧しくて学校にも行けない子がいるんだって。僕は学校に行けて幸せ者だね。ある時、小学校から帰ってきたサトシが教えてくれた。サトシは幸せ者？うん。だから僕、募金活動しようと思って、昼休みに募金箱作ったんだ。先生も友達も、いい考えだねって言って手伝ってくれたよ。いい先生や友達に恵まれ、サトシは優しく育ってくれた。ほんと、よくここまで立派になってくれた。私の作った料理をパクパク食べるサトシを見ながら、胸いっぱいになっていると、不意にサトシが言った。あのさ、母さん。ん？なーに？俺、ミスズと結婚しようと思うんだ。今度顔合わせしたいんだけど、いいかな？サトシから結婚という言葉が出てくるなんて、私はさらに胸いっぱいになる。うるっとしてしまったが、ここで泣いてしまっては、サトシやケイスケに笑われるに決まっている。今さら顔合わせって。わかったわ。また予定決まったら教えて。私は平静を装い、涙が落ちる前に席を立った。サトシが結婚しようとしているミスズとは、サトシの親友である山本達也の妹だ。山本家とは家が近く、サトシと達也は同級生で、幼稚園から高校までずっと一緒。達也は私たちよりもサトシのことを分かってくれており、私たちは達也のことを本当に頼りにしていた。また一人っ子のサトシは達也の三つ下の妹ミスズのことをとても可愛がっていた。末っ子でちょっとわがままなところのあるミスズは、そんなサトシをうまく手玉に取り、達也には通用しないわがままをあえてサトシに言うのだ。ミスズのお菓子、もうなくなっちゃったから、サトシくんのちょうだい。しょうがないな。サトシ、ミスズに甘すぎだぞ。
そこはちゃんと断れよ。まるで本当の兄弟のように戯れる三人が微笑ましかった。それがいつの間にかサトシとミスズが付き合うようになったと聞いた時には心底驚いた。でもサトシの体のことをよく理解しているミスズさんなら安心だわ。私は達也と同様、ミスズにも絶対的信頼を寄せていた。私たちもミスズの両親も顔合わせなんて今さらねと笑っていたが、形式ばったことをあえてすることで結婚というものを実感。彼らは11月22日のいい夫婦の日に結婚した。そして去年、サトシとミスズの間には女の子が生まれ、マイと名付けられた。家族3人、幸せいっぱいの日々をこれからも過ごしていくのだと思っていたのだが。サトシ、ミスズさんって昔からブランド物好きだったの？それは私とケイスケがサトシの家に孫の誕生日プレゼントを渡しに行った時のこと。私たちが家に着いた時、ミスズはちょうど出かけるところだった。ブランド物のバッグを持ち、高級そうな服を着て出かけていくミスズ。結婚前より明らかに格好が派手になっている気がした。さらに、たまたま見えたミスズの部屋の中には、いくつものブランド物のバッグが並べてあった。え？まあ、女性ってそんなものじゃないの？優しいサトシは、当たり障りのない言葉を返してくる。それだけではない。玄関には、話題の電化製品の箱が未開封のままいくつも置かれている。これ、使うために買ったんじゃないの？多分、これから開けるんだと思うよ。サトシから歯切れの悪い答えが返ってくる。そういえば、今度3人で北海道旅行に行こうと思ってるんだ。サトシは私の顔色を伺いながら話題を変えようと必死だ。そういえばミスズさん、旅行好きだったわよね。ミスズは大学生の頃は一人で海外に行くほどの旅行好きだった。旅行に行くのは構わないが、この夫婦、散財しすぎじゃないか？あなたたち、どっちが家計管理しているの？ついに私のおせっかいが発動。ミスズだよ。あなたのお給料、全部ミスズさんに渡しているの？そうだよ。サトシは平然と答える。ミスズさん、散財癖がありそうでちょっと心配だわ。あなたがやったら？夫婦のことに口を挟む私に、さすがのサトシもちょっとムッとした。俺は、ミスズが欲しいもの、やりたいことはすべてやってもらっていいと思っているよ。俺たち家族なんだから、俺が稼いできたお金は家族のもの。ミスズが使いたいのなら、全然使ってもらって構わないって思ってる。珍しく、はっきりと自分の思いを伝えてきたサトシ。しかし、その思いを聞いて、私たちはさらに心配になる。それはちょっと、あなたたちには子供がいるのよ。子供の学費は結構かかるからな。計画的に貯金しといた方がいいぞ。わかったわかった。サトシは私たちの言葉を適当に流した。これからもずっと、ミスズさんと一緒で大丈夫なのかしら。本気で心配するあまり、私はついこんなことを口走ってしまった。サトシもぎょっとしてこちらを見る。俺は、ミスズの正直なところが可愛いと思っているし、好きなんだ。だから、今のミスズに不満は一つもない。サトシの目は本気だった。本気でミスズさんのことを愛しているのが十分に伝わってきた。でもね、お金のことはちゃんとしとかないと。あなた、後できっと後悔するわよ。大事な息子に傷ついてほしくない、と私も折れない。それも俺の人生だから。俺、実際今、何も迷惑かけられてないし、ミスズとマイと一緒にいられて、俺、本当に幸せなんだ。サトシは私たちに心配かけまいと笑顔を見せた。そこまで言うのなら、私もケイスケも、まだ心配材料は残っているが、
そっと見守ろうと心に決めたのだった。しかし、それから2週間後、予想だにしなかったことが起きる。その日は日差しが照りつけて、立っているだけで汗が吹き出る暑い夏の日だった。買い物はもう少し涼しくなってから行こうかしら。私は冷蔵庫を開け、抹茶アイスを取り出す。サトシが好きな抹茶アイス。サトシはもう家にいないのに、つい買ってきちゃうんだよな。そんなことを考えながら、のんきにアイスを食べていると、珍しくみすずからメールが来た。サトシさんが仕事中に倒れて、若宮病院に運ばれました。すぐに来てください。文面を見て、私は息が止まりそうになった。ケイスケと共に、私は急いで病院へ向かう。クーラーで冷えているはずの車の中で、何度も汗を拭った。しかし、これまでの人生で一番急いだにもかかわらず、病院に着いた時には、すでにサトシは亡くなっていた。医者から告げられた死因は心臓発作。その後の医者の声は何も耳に入ってこない。この前会った時はあんなに元気だったじゃない。家族三人で幸せだって言っていたでしょ。働き盛りのあなたがどうして死ななくちゃいけないのよ。いくら言葉をぶつけても、サトシはもちろん返してくれない。涙と汗でぐちゃぐちゃになっている私とは対照的に、サトシは穏やかで涼しげな表情で目を閉じていた。そんなサトシを見て、私たちは彼の死を受け入れざるを得なかった。ふと横を見ると、ミスズは泣いておらず、じっと黙って立っていた。ただじっとサトシを見つめていた。舞は何が起きているのか理解しておらず、黙々とお絵描きをしている。ミスズさ、こんな時になんだが、葬儀の話をしようか。いつまでも病院にいられるわけではないことは、さっき病院スタッフから説明された。残酷なことだが、悲しみに浸る間もなく、私たちは葬儀について話し合わなければならなかった。あさって、15年ぶりの同窓会があるんです。え？同窓会は前から決まっていたことなので、私は同窓会を優先します。毎度面倒もお願いします。そう言うと、ミスズは私たちの目を見ることなく、お辞儀だけして病室を出て行った。え？嘘でしょ？私はケイスケと顔を見合わせる。舞も母親がいなくなってきょとんとしている。まあまあ、ミスズさん、心の整理がついていないんじゃないかな。そうよね。私たちで葬儀の準備、進めておきましょうか。舞ちゃんはしばらく、おばあちゃんの家にお泊まりしようかね。舞に不安な思いをさせないように、私は優しく話しかけた。ミスズさん、涙も出ないほどショックを受けているんだわ、きっと。ミスズの態度は何か引っかかるが、私は無理にでもそう思うことにした。その後、葬儀屋と打ち合わせをして、明日お通夜、明後日葬儀という段取りに決まった。まさか、本当に同窓会になんか行かないわよね。当たり前だろう。サトシが選んだ女性だぞ。少しの不安を抱きながらも、私はミスズに日程を連絡したが、ミスズから返信はなかった。どんなに辛いことがあっても、必ず明日は来る。昔、サトシが何か落ち込んでいた時に、私がサトシに言った言葉だ。当時、明日は来るから大丈夫だって伝えたくて、この言葉を送ったのだが、その言葉は本当で、悲しみに暮れる私たちにも明日がやってきた。そして、その次の日もやってきた。来て欲しくないのに、サトシとお別れする時間は、刻一刻と迫っていた。今日は来るわよね。結局、お通夜には顔を出さなかったミスズ。きっと来るさ。今日会わなかったら、もう一生会えないんだから。私たちは祈るような気持ちでミスズを待つ。しかし、サトシが愛した女性は最後までサトシに会いに来てくれなかった。葬儀が終わり片付けをしているとき、
サトシの大学時代の友人に話しかけられた。ミスズさんは今日はどこへ？いなかったですよね。私が事情を説明すべきか悩んでいると、友人はさらに話を続ける。今日ここに来る前、俺、ミスズさんを見たんです。サトシの葬儀なのに、鮮やかな黄色のワンピースなんか着ていたので、人違いかなって思ったんですが。でも、葬儀にも参列していないし、どういうことなんですか？黄色のワンピース、あの人、同窓会に行ったのね。私の中で何かがプツンと切れた。私たちも、まだ色々と整理できないことが多くて、でも今日、サトシに会いに来てくれて、本当にありがとう。私はそう言って彼と別れた。どういうつもりなんだ。私たちの大事な大事な一人息子をこんな存在に扱うなんて。息子はこんな非情な人のために一生懸命働いて尽くしてきたのか、と思うとやるせない気持ちになった。最後まで家族のことを大事に思っていた息子が不憫でならなかった。サトシ、あなたは本当にあの子といて幸せだったの？安らかに眠るサトシに最後まで問いかけた。もちろん、サトシから返事はない。答えのない問いに私は苦しめられた。さて、サトシが亡くなった日以来、舞を預かり続けている私たち。サトシと目がそっくりな舞が一緒にいてくれることで、私たちはサトシを失った喪失感から、幾ばくか救われている気がした。しかし、ミスズさんは舞をどうするつもりなのだろう。もやもやする気持ちがありながらも、私たちからミスズに連絡をするのは避けた。ここはミスズが連絡してくるべきなのだから。葬儀の3日後、連絡もなくミスズがうちを訪ねてきた。今更何の用ですか？私はインターホン越しに不快感をあらわにした。黙ってうつむくミスズ。すると彼女の後ろから達也が現れた。ご無沙汰しております。アメリカにいたため葬儀に間に合わずすみませんでした。お線香だけでもあげさせてくれませんか？お願いします。泣きそうな顔で必死に頭を下げる達也。達也くんはサトシを裏切ったりはしない。そう直感した私はそっとドアを開けた。サトシが亡くなった日、ミスズから連絡をもらったんです。急いで帰国の準備をしたのですが、遅くなって。本当にすみませんでした。どうやら、達也は5年前から仕事でアメリカに住んでいたらしい。そのため、サトシとは1年に1回会えればいい方だったが、2人は頻繁に連絡を取り合っていたようだ。サトシが亡くなる前日も、サトシから達也に、ミスズと舞の何気ない日常の風景が送られてきたそうだ。サトシは、家族のことを本当に大事にしていたのに。私は葬儀に来なかったミスズが恨めしく彼女を睨む。私と目が合ったミスズはさらにうつむいた。私の気持ちを汲み取った達也が再び頭を下げる。ミスズが無礼なことをして本当にすみませんでした。達也の話によると彼は葬儀に間に合わないから自分の分までサトシを見送ってきてくれとミスズに頼んだ。しかし、後々話を聞くと、ミスズは黙りこくった挙句、葬儀には行っていない、と答えたそうだ。それで今日、帰国してすぐにミスズを迎えに行き、ダダをこねるミスズを引っ張って、うちにお線香をあげに来てくれたらしい。遠いところ、どうもありがとう。サトシもきっと、喜ぶと思うわ。達也くんは、本当の友達だわ。とほっと胸をなでおろし、私たちは彼を家に招き入れた。達也が家の中に入っても、玄関先でうつむいたままのミスズ。嫌なら帰っていいのよ。あなたは本当は来たくなかったんでしょ？私はミスズに冷たく言い放つ。すると彼女は下を向いたまま後ずさりした。ほら、やっぱりね、非情な子だわ。おい！ミスズ！すると達也が出てきて、
美鈴の腕をガシッと掴み、家の中に引きずっていった。達也はサトシに会ってほしい。でも、美鈴は正直会ってほしくない。私は複雑な心境だった。サトシ、お前急にいなくなるなよ。やっと来年日本に戻れるって報告したばかりだろ。これからじゃねえか。楽しいことがたくさんやってくるのは。達也は人目もはばからず、涙を流しながら、サトシの遺影に話しかける。その後ろで、ミスズは微動だにしない。お線香をあげ終えた達也が、カバンから手紙を三通取り出した。これは、サトシから生前預かっていたものです。葵さん、ケイスケさん、そして、ミスズに。え？サトシから？いつの間に？達也は私たちそれぞれに手紙を渡してくれた。そこには懐かしいサトシの文字が並んでいた。母さん、俺を産んでくれてありがとう。栄養たっぷりのご飯を作ってくれてありがとう。いつも心配してくれてありがとう。俺は母さんの子で本当に幸せでした。サトシの優しい声が聞こえた気がして涙が溢れ出る。私自身、サトシを丈夫に産んであげられなかったことを常に後悔して生きてきた。でも、そんな私を一度も責めることはなく、自分の体を受け入れて常に前向きに生きてきたサトシ。こんなにありがとうを言ってもらえて、幸せだと言ってもらえて、私は心から救われた気がした。横でケイスケも泣いている。きっと、ケイスケの手紙にも、同じように感謝の言葉が並んでいるのだろう。ふと後ろを振り向くと、ミスズが大粒の涙を流している。達也がそっとミスズの背中をさすると、彼女はまるで子供のように泣きじゃくった。床に落ちたミスズへの手紙を達也が拾い、そっと私たちに渡してくれる。手紙にはこう書いてあった。ミスズ、寂しい思いをさせてごめん。ミスズが不安に思っていること、ずっと気づかないふりしてた。何をしたら、ミスズが安心してくれるかわからなかったから、お金を渡すことしかできなかった。せっかく夫婦になれたのに。俺たち、もっと会話が必要だったね。ミスズに出会えたことは、僕にとって一番の幸せだったよ。私はハッとした。私もケイスケもミスズのことを勘違いしていた。家族になったことで、サトシのことがより近くに感じられるようになったミスズは、より強い不安に襲われていたのだろう。そして、サトシが急にいなくなってしまったら、という不安から目を背けるために、ブランド物のバッグを買ったりして散財していたのだ。ミスズが葬儀に出なかったことは許されることではありません。でもこいつ、まだサトシの死を現実だと受け止めたくなかったんだと思います。ごめんなさい！ごめんなさい！泣き崩れたミスズは私たちに何度も何度も謝るのだった。大事な家族であるサトシがいなくなったらどうしようという恐怖心を私たちも常に感じながら生きてきた。だからミスズの気持ちはわからなくはない。子供が生まれて、これから家族三人で楽しい思い出が増えていくはずだったのに、働き盛りのサトシが自分と子供を置いていっちゃうなんて、これから私たちはどうやって生きていけばいいのだろう。そんな不安もたくさん感じただろう。ミスズさんの気持ちはわかりました。でも、やっぱりミスズさんには、ちゃんとサトシの葬儀に出て、サトシの顔を見てお別れしてほしかった。あなたは、サトシが一番愛した人なのだから。私の言葉に、ミスズはまたおえつを漏らす。どんな理由があるにせよ、ミスズさんがしたことは間違っているよ。サトシの親として、あなたのことを許す気にはなれない。悪いが、うちには二度と来ないでほしい。珍しく、ケイスケが厳しいことを言うが、私も同じ気持ちだった。ミスズは黙って泣きながらうなずくのだった。
しばらくして少し落ち着いたミスズがふとつぶやく。サトシ、ごめんね。サトシの思い、今初めて知ったよ。サトシともっと向き合っていれば、正直に私の気持ちを伝えていれば、こんなに辛い思いしなくて済んだのかな。ちゃんとお別れできなかったこと、本当にごめんなさい。ミスズは最後までサトシの遺影を寂しそうに見つめていた。それから10年の月日が過ぎた。あれからミスズとは一度も会っていない。たった一人の孫とも会えなくなってしまったことは悲しかったが、ミスズは毎年、舞の写真が載った年賀状を送ってくれ、舞の成長を教えてくれた。また、年賀状には、ミスズ本人の近況も書いてくれていた。さて、この10年で、ミスズは大きく変わった。不安を埋めるために買い漁っていたブランド物のバッグや家電はすべて売り、誰かのためになれば、と、すべての金額を募金したという。さらに、世界各地で、ボランティア活動を展開する企業に就職し、今は難民に対する支援事業のリーダーとして頑張っているそうだ。大事な人を失った悲しみをどうにか力に変えてここまで頑張ってきたようだ。サトシさんのように私も人の助けになることをして生きていくことで、サトシさんの温かさを心の中で感じられています。今日届いた年賀状にはこんなことが書かれていた。サトシ、ミスズさん、頑張っているみたいだよ。舞ちゃんも一段と可愛くなったよ。私はそう言って、サトシの仏壇に年賀状を置く。宛名には、中西圭介様、中西茜様、中西サトシ様、と書かれていた。